緊急で動画回します。はい、今日は何月何日でしたっけ。3月10、まあ14か 14? 大体ね、大体14。ああ、そうです。ということでホワイトデー、そうだホワイトデー、姫にね手作りもらったんで、そうだバレンタインでいただきましたんで、サプライズで返していこうということで、はい、多分そろそろ姫が来るんで、はい、待ちましょう。もちろん。じゃあジャンプ、よいしょ。移動しないよ。ああ、移動しないのか。なら姫が来るの待ちます。はい、まあ、可愛い子は姫じゃないか。あれ姫じゃない、輝きは。あれ姫じゃん。あ、可愛 い、もう可愛 い、あ、もう行っちゃおう。向かいっちゃおう、向かいっちゃおう。え、なんでカメラ、向かいっちゃおう。え、なんでカメラ。今日は何月何日ですか。今日、うん、今日は3月13日。あ、まあでもほぼ14だよね、14ですね、ほぼほぼ14ですね。死者誤入、まあ何かしたら、何かしたら14になる、ね、1かしたら14。もしかしてホワイトデー。お、鋭い。さすが、いただきましたからね。だから早速準備してるんで、この公園貸し切ってるんで、え、行きましょう。貸し切ってるの。はい、誰か来たらね、譲り合いながら貸し切り、貸し切り合い。すいません、はい、うん、ありがとう。では移動しますか、姫さん。どこに行けばいいの。そうです、まず抹茶さんからどうします、渡しますか。うん、あ、見て、あら、あ、すごい、これもプレゼント、親子らのプレゼントですね。それ、はい、特別に作ってもらいます。これ持って帰っていいの。あ、うん、公園の遊具です。あ、持って帰るのはダメですけど、ここに遊びに来ていいよってやつですよね。なんか言ってますね、なんか、なんか言ってますよ。フォローしたのに。欲しい。あ、それもう、いや、プレゼントなんで全然大丈夫ですよ、はい、プレゼントなんで。車が欲しいって姫。姫、あそこになんかもうあります、あそこに。すごいよ、ここに。すごい豪華、豪華な、もう光ってますね。あ、それもプレゼントです。あれ、これ、これ買っときました。輸入、輸入しました。設置されてそうだけど。輸入しときました。でも、この子に乗って今日帰ろうと。あ、いいですよ、でもそれは。ちゃんと輸入したんでね。あ、いいね。おじ様だよ。おじさん、僕らですね。僕です。僕です。白馬ね。白馬のおじさん、僕らです。白馬？なら、早速、僕からプレゼントしますか。うん。なら、姫ちょっとこれ、あの、姫に持ってもらえるか。あ、姫、持ってきましたよ、姫。白アルパカの、王子が持ってきましたよ、ね、白アルパカの王子様が。これね、足で、もう安全性は、この子は傷つかないように、ちゃんと配慮してると。え、いいの？はい。おぉ！じゃあ、姫もですか、おか。あ、いいですね。入れてますよ、姫。まず1個目。はい。じゃがりこ。あ、じゃがりこ。ありがとうございます。それで片手で。あ、たまごっちだ。姫の大好きなたまごっち。あ、かわいい。すみませんね。ヨーグルトグミミニ。姫これも好き。あ、ありがとうございます。美味しいやつや。もういいよ。2個ももらっちゃった。マルス。メロン。あ、グミ。ありがとう。グミだ、また。コーデン君が好きなやつだ。ねえ。ちょっと分けてもらったな。ラムネ。え、一番美味しいこれは。コーデン君が食べたいから買ったんでしょ。もう姫が食べてる。え、姫もらっていいの。コーデン君もらって。これあの、コーヒービート。あ、それ好き。コーヒー、うん、コーヒー好きですもんね、姫ね。コーヒー好き。スタバだと思って食べてください。スタバだと思って、うん、スタバカラーだ。あ、やったー。はい、もういいよ。わ、すごい、たくさんある。も、桃組、もういい。桃組。 あ、これ粒組か。桃組じゃなかった。あ、姫が粒組。桃組は違ったね。桃組を食べちゃうからね、これでね、食べよう、ね、桃入ってないよ。あ、粒組忘れてください。はい、かわいい。次、あの、ガルボブラック。あ、これも、スタバだと思って。もういいよ、スタバだと思って。めっちゃある。スタバだと思って食べてね。姫、ちょっとしかあげてないのに。最後。いや、もうちょっとで、姫の手作りはね。そうそう。もらえるってことだけで光栄ですから。最後、あの、シナモロ、すごいかわいい。あ、かわいい。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 え、姫とどっちがかわいい？いや、もうこっち、こっち、右。右で、そりゃ姫でしょ。やったー、ありがとう。いえいえいえ、王子様ですか、姫、これ完全に。うん、ね、入れてください、袋。袋もくれるの、はい、ありがとう。袋これね、5円しますから。5円する袋です。ありがとうございます。有料ですから、レジ袋。経費で落ちるから。最近覚えた言葉を使うな、経費で落とすって。経費で落ちるから。それこんなにいいのに。なら次、王子様交代します。はい、ありがとう。じゃあ3人で食べようか。はい、次、次の王子行きますよ、姫。あ、なんか来ましたね。メガネかけてる。はい、あ、俺もかけてきたか。あ、
ちょっと怖いよ。ユーモアが足りてない王子が来たもん。ユーモアが足りてるだろ。足りてないの。ユーモアが。どうダンさんみたい。ね。うん。え、で、松さんはなんか、あれですか。ケンバー。何ですか、プレゼント。あ、結局何にも持ってないよ。あれ、何それ、ポケットから出てくるもんでいいの。何それ、ガムガムとかでね。抹茶からは1個しかないですが、こちらです。何これ。ちょっと姫寄ります。姫もちょっと顔寄ります。取れるか。何ですこれ。これネックレス。姫にどうせのピントがやっぱ輝きが姫の方が強いからさ、姫の方に行っちゃう。出した方が分かりやすい。そうだよ。これじゃあこうやっててあげる。あ、そうね。これでいいんじゃないかな。これがプレゼントだ皆さんにね。みんなへの俺姫にプレゼントあげたいから。ネックレス？これネックレスなんですよ。いやこっちの見せてください。ちょっと何これ U って書いてる。何これ U ネクスト。いや違う。U ネクストの。違います。ひずめです。ひずめ？ひずめ？何？ひずめ？ぶ豚さん？なんでだよ。ひずめって、あ、馬？馬のでしょ。ひずめ。馬娘さん。え、何これどうしたのネクスト？買ったの？これはちょっととあるルートから入手しました。とあるルートって何それ？何？馬を何？何？もしかして馬一頭？いやまあまあ。通して。ちょっとこいつもしかして、こいつこの子の。この子羊だよ。この子の羊の羊。アルパカですよ。アルパカか。アルパカの。アルパカですって。羊さんかと思ってた。ちょっと引きちぎって持ってきたやつです。これはなんか、え、そんなことない絶対。え、そんな高価なもの姫無理だよ。ね、買ったんじゃないの？それ、5万ぐらいで。なんか、ジュエリーイベントの入場者特典みたいな。え、お前なんでジュエリーイベント？いいんだよ、別に。なんで行ったのジュエリーイベントに。それ聞かせて。なんかね、たまたまそう、うん、おじさんに話しかけられて、え、なにそれ大丈夫な、そのおじさんの違う、うん、話をね10分ぐらい聞いてあげたら、うん、近くでジュエリーイベントやってるよって言われて、うん、案内されて行ったらもらった。買わされたとかじゃなくて、買わされたんじゃない、入場者特典。え、ってことは無料。そうです。これえ、これ気持ちですから。え、なんか金額で言うの。え、それ無料はさすがにちょっと、ね、いいじゃないですかこれ。うん、すごく素敵だよ。あげますよこれ。キラキラしてる。なら姫早速つけて、毎日つけて、肌に肌さずつけて姫。え、綺麗でしょ。どうして見て、すごいキラキラしてる。あ、でもやっぱどうしても姫にピントが。ほら難しい。姫の方がキラキラしてるからな。ありました。ひずめ。え、すごい。でも姫こんな高価なものつけられないよ。え、いや、まあ、なら、え、処分ですか。え、処分じゃない。処分じゃない。そんなことすんだよ。焼却。せっかくあげたのに。抹茶くんの方が似合うと思うよ。あ、もう確かに。え、抹茶だってメガネがバーバリーだからね。うん。姫も結構似合うとは思うけど。ならいや、まあ姫の方が似合いますけどね。まあでも抹茶も似合うかもしれない。一回つけてみて、うん、もし抹茶が似合ってしまった場合は、うん、ちょっと緊急会議かもしれない。え、やばい、手がかじかんで開かない。あら、しまった、外だったから。そう、こういう。さっきの袋から出すのも大変だったから。ちょっと待ってね。大丈夫か。これもサービスショットです。姫が頑張ってますんで。ちなみに姫がつけたらこんな感じ。あ、ちょっと怖いかもね。大場さんのひず、こんな感じだ。あれ、なんか馬が、あれ。かわいい。イスタさんだ、昔のイスタさんだ。わかるかな。抹茶くんに伝わってみるか。あれ、でもなんか、馬が走り出したんじゃないか。ここがいいんじゃない、ほら。これはなんだ、これ誰だ。スーパーフライさん、めっちゃ好きだ。あ、スーパーフライさん。ね、おちしほさんね。うん、あ、なんか、で馬が抹茶の方に走っていってないか。パカラ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 つけてみたよ。あ、待って、この前見て。どこにある？ファスナー下ろしてみたら。これか。あ、そうね。それ下ろして。こう？あ、やばいかも。服が白いから分かりづらいか。すごい。すごい。え、竹豊さんぐらい馬が似合う。すごい。馬ではないからな、これ。ややこしいけど。アップしてみたら？アップしてみる。うん。おぉ。で、抹茶くんの顔写した方がいいよ。のどちんこがすごい。謎チンコがあるぞ。男だから、そりゃ。なんか、髪型がなんか、ひずめみたいに見えてくる。こうやってた。無限に見てられる。これサービスショット。あ、いいね、まあ、上はちょっと。どっちの姫。ということで、抹茶くんへのプレゼント返しが、カウンター。カウンターが決まりましたね。カウンターいただいちゃいました。ありがとう。まあ、気持ちだけ届けれるから、はい、最悪。うん、
あ、これからはちょっとそれつけて漫才してもらって。これさ、夏とかさ、つけてたらめっちゃモテちゃうかも。ね、パカラパカラって出てきたらおもろいね。うん、ひーんってつけていくか。じゃあで、これ実は、実はってここに、うん、多分最初初見分かんないからね。ちゃんと説明してあげないとみんなに。しかもね、そのおじさんからのプレゼントだからね。うん。まあ、逆がつけた方がいいよね。ちょっとそこはね、怖いからあんま触れないでおくけどね、おじさんからのプレゼント。いいだろ、別に。なんかね、その、悪い仕事してるんじゃないか。してないよ、別に。多分。あんまないよ、そんなジュエリーショップに案内するおじさんに出会うって街で。たまたまあったんだよ。出会いイベント。そう、特殊イベントがあったの。はい。まあね、いい、いい。ホワイトデーとか姫にないか最後感想、抹茶くんもさ、はい、好きな姿になったしさ、そうね、コウセンくんから素敵なお菓子もいただいたしさ、うん、これからも姫可愛くなっていきます。あ、これは嬉しいですね。可愛いですよね。別にもう大丈夫ですけどね、うん、お返しなんていいのに。いやいや、それはもうあんな気持ちですから。あんなもうそう、いやいや、ありがとうございます。何事もってことで。まあまあ姫、僕の方が高額商品ですからね。いや、額で言ったら絶対こっちだって。いや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 、売ってみれば分かるって、これがいくらだか。今がいくらだか。メルカリ出して対決するか。今がいくらだか。伝えられた姫が一番複雑だよ。俺の方が高かったです。金額じゃないしね、こういうのは。抹茶なんかこれがもし300円とかだった場合一番怖いしね。そのおじさんから案内された。そうか。まあ、それ知らない方がいいからね、そういう価値は。気持ちですから。そうね。姫はとっても嬉しいです。いや、よかった。ありがとうございます。そろそろ。暗くなりそうなんで終わりますか。モモ君、お呼び立てして頑張りましょう。頑張りましょう。行くぞ。おー。